前半はどちらかというと自分たちのゲームプラン通りに進めていた感触もありましたし、まだまだ点決めるところだったりとかチャンス与えないという部分で、成長していかないといけないですし、やっぱり90分通しての試合だと思うので、その中で1つでも2つでも、隙というものは作っちゃいけないですし、そういった、1秒1秒というところをこだわって、さらに良くしていきたいなというふうに思っています。まずはしっかり、90分隙をなくすっていうところで、やっぱり、流れの中での失点というものは、最近減ってきてはいますけど、セットプレー絡みだったりとか、そういったところで、たくましさとか、硬さっていうところでまだまだ足りないと思うんで、そういったところは一人一人の集中力もそうですし、チームとしても、より固く、組織として動いていく必要があるかなと思います。そうですね、最初の方は全然体的にも動かなくて不甲斐ないというか、きつい部分もありましたけど、だんだんとコンディションの部分でも上がってきたと思うんで、90分ピッチの中で、チームのために働けるように、自分自身もいい準備してやっていきたいなというふうに思ってます。そうですね、本当にどんな状況でも、たくさんのサポーターが来てくれていて、そういった中で、笑って帰らせてあげれてないっていう現状があると思うんで、しっかりと、結果として勝ち点3というものをつかみ取って、笑って帰ってもらえるように、チーム全体で戦っていきたいなというふうに思ってます。強烈な個のある選手も前線にたくさんいますし、そういったところを個人で抑えるのもそうですけど、しっかりとチームとして管理しながら、決めるべきところでしっかりと決めて、勝ちにつなげていけたらいいかなというふうに思っています。与えられるプランだったりとか、いろいろありますけど、その中でうまく自分たちが消化した中でいかに考えて動けるかだと思いますし、チームのために、助け合いながらやっていく必要があるかなと思います。いつも応援ありがとうございます。次節 F 当選ですが、しっかりとチーム全体で戦って走って、勝利をつかめるようにやっていきたいと思いますので、また応援よろしくお願いします。結構あれなんですね、そういう基本的なこととか大事なこととかこうリアルに近い感じの漫画なんですね。そうなんですよ。これ僕結構漫画好きなんで、面白いよっていう話は聞いててすごいためになると思いますし、本当にサッカーの基礎となる部分が書かれているんで、本当に頭がこれで整理できるというか、やっぱり頭がパニックになってたら、なかなか試合でも相手のプレッシャーだったりとかも感じちゃうと思うんで、
まあ、こういったところでこう読んで頭の中で整理して、まあ、また実践していくっていう積み重ねが成長の鍵だと思うんで、すごいためになる本かなというふうに思います。冊子かなと思います。ぜひスタジアムに来てこの冊子をもらって、サッカー練習してどんどん上手くなっていってください。